こんにちはビーートルルズワドリンゴスター、リワインドフォワード、AI がアシストしたビートルズ最後の曲などについて語ったニュースです。ロックスターといえばリンゴスターだ。ビートルズのドラマーであり、受賞歴のあるソリストであり、写真家であり、ナレーターであり、俳優であり、活動家でもある。彼を多作と呼ぶことは、その功績を過小評価しかねない。しかしか それが正しいいとも感じている。10月13日にリリースされた「リワインド・フォワード」は彼にとって3年ぶり4枚目のエクステンデッド・プレイな作品である。EP は60年代に初めて出て以来大好きなフォーマットなんだ。そして子供たちが EP を作っていると聞いてこれはいいと思ったんだ。このタイトルはジョン・レノンが自分の悪口を言うときに使っていた古典的な「ウィンゴイズム」であり「アハード・デイズ・ナイト」や「 トモローネバーノーズを思いついたのと同じ頭脳から引き出された珍しいフレーズであるこの言葉に深みを持たせるのはもっと後のことだしばらくじっとしていると巻き戻されるんだ巻き戻してあの頃の自分はもっといい人間だったとかあの頃はこれがもっとうまくいっていたということがわかるんだ決して過去に生きる必要はないけど時々チェックするだけでいいんだもちろんこれはすべて作り話だと彼は冗談を言う。 この4曲入りの EP には、スターのエンジニアであり、共作者でもあるブルース・シュガー、オールスターバンドのスティーブ・ルカサ、トトのジョー・ギリアムス、トム・ペティのハート・ブレイカーズのベンモント・テンチとマイク・キャンベル、その他多くのミュージシャンが参加した。フィーリング・ザ・サンライトはビートルズのポール・マッカートニーによって書かれたもので、スターは月に2回は顔を合わせているといい、ロンドンにいるときやマッカートニーが、ロサンゼルスにいるときはいつも一緒にいるという。 彼がトラックを送ってきたとき、実はドラムを叩いていたので、僕らはそれを外さなければならなかったんだと彼は笑っている。リワインドフォワードやスターのソロ作品にテーマがあるとすれば、それは容赦のない楽観主義だ。その精神が彼を前進させてきたのだ。彼は現在、9月17日のカリフォルニア州オンタリオを皮切りに、来月オクラホマ州サッカービルで終わる秋のツアーに乗り出している。 ベテラン演奏家としては異形だ。多くの人がこれが最後のギグだと言っている。私はツアーのたびにそう言うんだけど、子供たちや妻は私にうんざりしている。ああ、前回もそう言っていたねとねとジョークを飛ばす。それでもツアーを続けているのは単純にそれが好きだからだ。必要なものはすべて手に入るんだ。今は e p に夢中なんだと彼は言う。ビートルズののハリスンの未亡人 オリビア・ハリスンの詩の朗読会に出席していたとき、スターはーボーン・バーネットに出くわした。二人は一緒に仕事をすることにした。スターはポップナンバーをと考えていたが、バーネットは代わりにカントリーソングを送ってきた。彼は実際にドアを開けてくれたんだ。それで、僕たちもやってみようじゃないか。カントリーの曲をね、最近ではビートルズの「レッド・イット・ビー・をドリー・パートン」のカバーでマッカートニーとコラボした。 それに参加できてよかったよと彼は言い、説得は必要なかったと付け加えた。AI の使用についてはいくつかの困難、そして潜在的な恐怖があった。噂では私たちがでっち上げただけだと言われていました。彼は近々リリースされる楽曲に参加したことについて語る。これは4人のビートルズが参加する最後のトラックだ。ジョン、ポール、ジョージ、そしてリンゴだ。いつリリースされるのかと聞かれると、彼は。 もううリリースされていいるはずだというもしあなたがビートルズに飢えているのなら、彼らの膨大なディスコグラフィーに飛び込むこともできる。あるいは、ゲットバックの全8時間、歴史上最も偉大なバンドであるビートルズへのアクセスや、最も親密な瞬間、例えばスターがオクトパスガーデンを描き始め、ハリスンが手伝いに入るシーンを見ることができる。ピーター・セラーズのヨットに乗ってサルデーニャ島にいたスターは、 船長からタコには庭があると聞かされた。彼はギターを持っていて、3つのコードを弾く、それくらいだと彼はいう、それで作曲を始めた。彼に言わせれば、このドキュメンタリーを見れば、次に何が起こったのか、そしてビートルズであることの魔法を見ることができる。人生で最高の時だった。ビートルズでいることは最高だった。僕は3人,兄弟で人っ子なんだ以上、リワインドフォワード、 AI がアシストしたビートルズ最後の曲などについてリンゴスターが語ったニュースです。補足説明として、このインタビューでは、リンゴはまだタイトルが特定されていないが、誰もが n o w ン e n だと推測しており、捉えどころのないビートルズの最終トラックについて質問があった。リンゴとポールは月に2回ほどお互いに時間を過ごしているとリンゴは明らかにしている。いつリリースされるのかと尋ねられると、彼は。 本当にすでに公開されているはずだったのでと言っている。そのため、リリースを遅らせる何かが起こったようだ。リンゴによると、この曲は「フリー・アズ・アバード」と同じテープに収録されており、昨年、ポールから2人で完成させるべきかと尋ねられたという。リンゴは同意し、ピーター・ジャクソンのソフトウェア・マルが、録音からジョン・レノンの音声を取り出したときに使用された技術であることを説明した。 ジョージ・ョーハリスンはすでに使用されていたリズムギタートラックを録音していたが、ポールは現在、この曲のためにギターソロを録音している。リンゴは、彼らがこの曲に取り組んだ90年代の時間しか記録していなかったので、彼のドラムを再録音した。以前、リンゴは、ポールとジャイルズ・マーティンがオーケストレーションを追加するためにロサンゼルスにいたことも明らかにしました。最後のビートルズの曲の制作はかなり前から行われていたことが分かりました。 ここでは2022年5月1日にロサンゼルスのキャキトルスタジオでポール・マッカートニーとジャイルズ・マーティンが曲にストリングを追加する作業を行っています参加したスタッフからの以下のようなコメントがありますこの前の日曜日、象徴的なキャキトルスタジオでポール・マッカートニーのためにセッションを行うことができたことは非常に名誉なことでした私を招いてくれたベンフォスターとジャイルズ・マーティン そしして本当に素晴らしいミュージシャンプロデューサー編曲としてポール・マッカートに左から一番上のメガネと黒いシャツの男である指揮者のジェローム・ルロイその横に編曲のベン・フォスターその次がプロデューサー編曲のジャイルズ・マーティン左から2番目の男グレーと水色のシャツのエンジニアであるスティーブ・ジェネウィック。 ーールのの上茶髪、黒いドレスのジジナ・ジミッティ、ミュージシャン・フィクサーで音楽受けを委人としてクレジットされているホイットニー・マーティンチェロ・ビオラ・バイオリン・コントラバスなど13人の弦楽器奏者そしてどなたかわからない人が1人が写真に写っています本来なら発売されているはずであるリマスターのビートルズの赤版、青版、そして収録されているナウゼンですがいよいよ発表直前と言われております 8月にはプレスされているとの噂もありますので正式な発表を楽しみに待ちましょう。発表があれば「ビートルズワールドニュース」にて掲載いたしますのでチャンネル登録をしてその時をお待ちください。ではまたビートルズワールドニュースをよろしくお願いいたします。